ちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道広です。歯科衛生士の森田です。先日認定衛生士さんを目指す方へのアドバイスということで動画をアップさせていただきました。その中に認定衛生士の種類を教えてくださいというコメントをいただきましたので、今回はそちらについて森田先生に続編として教えていただきます。先生、例えばどんな種類がありますでしょうか？はい、非常にたくさんの認定資格がありますので、その中からいくつかピックアップしてですね、分野別にご説明したいと思うんですけど、まず1つ目は歯周病に特化した認定歯科衛生士として、日本歯周病学会の認定歯科衛生士と、あと日本臨床歯周病学会の認定歯科衛生士がいます。で、日本臨床歯周病学会の方は認定歯科衛生士のさらに、スキルアップした、認定指導歯科衛生士というのもできたみたいなので、そちらもチェックしてみてください。で、続いてインプラントに特化した分野なんですけども、インプラントの方は日本口腔インプラント学会のインプラント専門歯科衛生士というのがあります。そして次は矯正ですね。矯正をちょっと極めたいという方は日本成人、矯正歯科学会認定矯正歯科衛生士といった、認定制度があります。で、あとはこの 高齢者ですね。今高齢者が非常に多くなってますので、こちらも注目される認定歯科衛生士の制度なんですけど、これは私も持っている日本接触演技リハビリテーション学会の認定士で、あとは日本老年歯科医学会の認定歯科衛生士というのもあります。で、最後なんですけども、審美を少し専門でしていきたいという方は日本歯科審美学会の認定士というのもあります。その他にもいろいろとありますので、皆様それぞれ進みたい分野ですね、またお調べいただけたらと思います。分野ごとに教えていただきましたので、皆さんぜひ自分が進みたい道の資格を取っていただければと思います。で、詳しくは概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。今回はですね、どんな種類の認定歯科衛生士があるかということだけご説明させていただいたんですが、それぞれ皆さんどの資格を取るかという方向性が定まりましたら、どのようなステップを経て取得したらいいかというのはそれぞれの学会の、ホームページに書いてありますので、きちっとそれぞれお調べの上認定に向けてですね、準備を進めていただきたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。これからも森田先生と皆さんのご質問にお答えしていきたいと思います。ご質問フォームをご用意しておりますので、ぜひよろしくお願いします。またこの動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。